ハビモジャのこと、ハビエル・モジャノ・ルハノは、スペインハエン出身のサッカー選手。CD カステリオン所属。ポジションは DF。他にも、ハビモヤノ、ハビモジャーノなどの表記もある。2004から05シーズンに、地元のレアルハエンで、プロデビュー。2006から07シーズン途中に UD ランサローテに、ローに移籍し、2009から10シーズンまでハエンで、プレーした。 2010から11シーズンは UD アルメリアの B チームでプレーその後も UD メリリアや CD とニリフェといった株リーグのクラブでプレーした。2015年8月18日、当時セグンダディビシオン所属のレアルバリアドリードと契約。加入3年目の2017から18シーズンはセグンダで5位に入り、昇格プレイオフに進出するとこれを勝ち抜く。 2013から14シーズン以来のプリメーラ、ディビシオンに復帰となり、自身初のトップディビジョンでのプレーが実現。2018年10月21日の、レアルベティス戦では、前半戦にイイ、犬タ隆シの強烈なシュートを腹部でブロックするなど、敵地ベニートビジャマディンでの1から0の完封勝利に、貢献した。5年間で公式戦150試合以上に出場し、キャプテンを務める。 2020から21シーズンはセルフィオ・ゴンサレス監督の構想外となり2020年10月6日に対談することが発表された。2021年1月22日にセグンダの CD カステリオンとシーズン終了までの契約を締結した。ありがとうございます。